これはアイテムボックスで装備するとのこと。アイテムと同じように使うことで一定時間の効果を発揮します。効果が切れても一定時間後にはまた使えるようになりますよ。貫通弾だな。届かない弱点部位も強引に狙い撃ちだ。
ったら若所長に報告しましょうか。君は最高だな。来てくれ、ご機団。緊急クエストだ。いや。それじゃ、拠点守護の総仕上げといくか。いける。狩猟しましょう。ご機団の重要任務です。拠点やフィール。
な弾、スリンガー爆発弾だ。大きなダメージが期待できるぞ。道具は脱ぎましょう。再び使用可能になる時間が必要です。
護者、これで安心して捕獲作戦に挑めますね。一同、その全ての準備、特にゴキだ。これで憂いなく、ゾラマグダラオスが大峡谷に差し掛かるのは夜明け。よし、ではハンターたちは奴の進行上に大砲とバリスタで、奴の体力、奴が第一障壁、第二障壁、現場設置の大砲とバリスタを存分に利用しろ。了解。技術班はこれら機材の最終確認を急げ。おう。補給班は奴を拠点に運び込むことは不可能だ。現場で調査が終了するまでここには帰れないと思え。わかりました。覚悟の上です。より細かな指示、それでは君たち、導きの青い星が輝かんことを。以上、解散。ついにこの時がやってきましたね。うん。緊張する。